渋野日向子開催方式変更。20年度と21年度を合わせて1つのシーズン。日本女子プロゴルフ協会 JLPGA は2020年5月25日、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、試合数が大幅減となっているレギュラーツアーと下部のステップアップツアーの開催方式変更を発表した。2020年度と21年度を合わせて1つのシーズンとすることを決定した。理由として、1つのシーズンに開催された試合数が予定された試合数の半分を下回るような場合には、当該シーズンの賞金ランク及びメルセデスランクが選手の総合的な実力を反映したものにならず、両ランクをもとに翌年度のシード権を付与することが適切でないと判断したため、20年度は21年度と合わせて1つのシーズン 2021 シーズンとなる。5月1日の時点では、今季17大会を開催できれば、従来通りの規定で21年度のシード選手、前半戦出場権を決定したいと考えていた。しかし、すでに20年度に開催できる大会数、日本女子オープン、TOTOJAPANCLASSIC、LPGA ツアー選手権、未公開を除くは、17大会を下回ったため、開催方式を再考していた。今季37試合中、18試合が中止となり、開幕は最短で6月25から28日のアースモンダミンカップ千葉カメリアヒルズ CC、開催可否は協議中となっている。7月の資生堂アナッサレディス、日本ハムレディスの2戦は、すでに中止が決定している。変更後の開催方式、つまり 2021 シーズンの出場資格は、前のシーズンである19年の成績に基づいて付与することとなる。2021シーズンの開催試合数が34大会、今季37大会から前出の3大会をマイナスしたものを超えた後にリシャッフルして、その後の出場資格を決める。2021シーズンの開催試合数が34試合に達するまで、20年シード選手の資格は生かされる。20年の前半出場権 QT ランク上位者については、開催21試合目の地にリランキングを行う。また、リランキング実施後の開催7試合目の地に再度リランキングを行う。JLPGA は21年に開催される大会において、総出場人数を増加してもらうように、これから各大会主催者にお願いするとしている。放置新聞社。みんなの声。渋野日向子さん、2021年シーズン複雑です。20シーズンが短くなるので、21シーズンと一緒にするのはいいことです。それに20年のシーズンは、昨年斉藤トレーナーを迎え、肉体改造、パワーアップを行っていますので、望むところです。確実に米メジャーを意識したチーム渋子の活躍が楽しみです。緊急事態宣言解除後の新生活様式に沿った JLPGA ツアーが無事に再開されるよう願っています。最短で開催される可能性のあるアースモンダミンカップまで、怪我のないよう頑張っていただきたいです。いつも応援しています。さあ、アースが強行開催するかやね。もしクラスターでも発生したら、冠スポンサーが大改名になってる限り、ダメージは大やね。これはいいんじゃないか。少ない試合でシード落ちはかわいそうだし、権利ない選手のフォローはステップアップツアーの拡張、さらに来年の出場権 QT の緩和とかね。女子プロ早く見たい。女子は対応が早いね。もともとの歯抜け開催が中止続きな上、リーダーシップがない青木会長、時松選手会長の男子は本当にやばいね。今年から高校生もプロテストを合格してシード権を獲得した選手もいるから、こういう公平感のある対応はとてもいいと思う。出場選手にはコロナの影響を吹き飛ばして競技を盛り上げてほしい。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。皆様のお力が大きな支えです。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。